キラキラ稽古の今日のランチは何する？今日は南蔵王にありますイタリアンレストランフィノッキオにやってまいりました。今日のランチどういったランチなんですか？イタリアンといえばパスタなんですけれども、こちらはあの生パスタ流行る前からもうずっと生パスタを本格的にお料理をされてるお店なんですね。その生パスタの種類がとても多いです。今日は楽しみに、まあ、2種類しか食べれませんけどね、私たちで。でもあの本当にたくさんあるので、上から順番に食べていただいてもきっとご満足になるんじゃないかな。私ほとんど食べたんですよ。はい、今日はパスタランチということでね、恵子さん、このパスタランチってどういったセットになってるんですか？スープとパンと自家製パンとサラダのプレートなんですよ。サラダもこうプレートでドーンってきて、この肉味噌がめちゃくちゃ美味しいんですよ。ドレッシングなんですけど、旬の野菜をいつも乗っけてあるんですけど、この肉味噌が美味しいです。それとパスタで、最後にデザートプレートが出てくるんですけど、めちゃくちゃ美味しいですから楽しみに。では早速最初にスープから。これは何のスープですかね？コンソメですね。今日はなんか季節柄ですかね、キノコの香りがすごくするので、多分フレーバーはキノコって感じですね。じゃあいただきます。本当だ、キノコのエキスがすごくいっぱい出てて、ギュッて凝縮されてる感じ。ただのコンソメスープじゃないようだね。本格的な味だと思います。キノコの他にも人参とかね、そういったお野菜も入ってますしね。これは体も温まりますね。さあ続いてですね、サラダ、綺麗なお皿にね、大きめのお皿ですね、飾られていますね。大きめのお皿にあの大根を、綺麗な波形の花びらのようになってる。ですごいボリューム感があって、あと今日はカリフラワーと、ハロウィンが近いからですかね、かぼちゃと人参と、それをこのお店特製の肉味噌でいただくんですけれども、この肉味噌が微妙に美味しいんですよ。この肉味噌はなんだ、ごま風味の、そして味噌の風味もしっかりと入ってて、マヨネーズっぽい味もあって、お子さんも好む味ですね。美味しい。あ、本当にこう温野菜いいですね。また綺麗に飾られてるから、なんかこのシャキシャキ感がちょっと伝えたいですね。歯ごたえっていうか、そうそう、この大根サラダ、花びらのような大根サラダ、こちらもドレッシングをつけていただきます。続いてる、歯ごたえいいですね。だいたい大根サラダというと千切りになったね、大根サラダが多いんですけどね、こちらのは本当に珍しい。この大根サラダ美味しい。これ何なんですかね、こうハスのなんか穴がいっぱい開いてるんですよね。綺麗な黄緑色で、噛むとサクサクって言うんですけど、この野菜は何という名前なんでしょうね。わかりました、ハス芋だそうです。なんか一つ一つの野菜の味が引き立ってるでしょ。サラダというとなんとなくサニーレタスとかそういう方がこうメインって感じなんですけど、本当にお野菜一つ一つがメインのサラダっていう感じですね。さあそれではメインディッシュも来たんですけれども、その前にこのまん丸い可愛らしい形のパン、側がねパリーっとしていて、中がね本当にあのふわーっていうよりはもっちっとしてるんですよ。もっちりしてるので、サイズ的に食べられる、余裕で食べられるよなって思うんですけど、食べていくと結構お腹がいっぱいになりますので、おかわりがいつもできてないんですけど、本当だ、外側はカリッとしてて中は本当にもっちもち、私のお肌みたいということにしておきましょうか。いやーこれは本当にあのバターをつけなくってもしっかりと味がついてて、あ本当だ、お腹にしっかり残る感じですね。さあ続いてこのメインの今日パスタなんですが、こちらがツナとナスのカレークリームソースを今日は頼んでみたんですが、私も初めてなんですよ。お店の方がコソコソっと教えてくださったメニューですよね。ちょっとすごいカレーの香りがしてるんですけども、ピノッキオさんのおすすめの生パスタのカレー味ということでね、ちょっとあのほんのりと黄色、やっぱりカレー風味ですね。そして丸いおナスが乗っかってますね。うん、
優しいカレーって感じです。スパイシーではないです。香りはものすごいカレーの香りがするんですけど、味はそうでもないですね。クリームの方が強いんじゃないかと思います。この生パスタ結構は太いですけどね。これもなんかオーナーさんに聞くとオリジナルだそうです。うん、うん、もっちもちぷにぷにって感じですね。うん、美味しいです。あとクリームとカレーっていうのが変わった組み合わせというかね、不思議な感じですけども合いますね。合います、合います。初めてですこの組み合わせ。癖になりそうです。皆さんやっぱチーズ系とかオイル系とかトマトソース系に目が行くので、種類が何種類ありますかね、十何種類ありますよね。その中で多分このカレーソースは一つだけだと思います。スタッフの方おすすめのツナとナスのカレークリームソースいただいてます。うん、本当だ。うん、歯ごたえがありますね。この生パスタ優しいカレーですねこれは。うん、どっちも喧嘩しないというか、パスタもちゃんとしっかり味が分かって、そしてカレーの味もあって、お料理ってね、作る方のやっぱりこう性格とかが出てくるんじゃないですかね。ここのオーナーさんもねすっごいねニコニコしてね、柔らかい優しい方なんですよ。味もなんかそんな感じですよね。このナスもあちょうどいい、この火が通りすぎず本当にちょうどいい、こう食感が、ナスの食感って今まで私なんかにゃって感じのイメージがあったんですけど、しっかりと食感があるナス。続いてはもう一品のペペロンチーノ、こちら今いただきましたが、ペペロンチーノ大好きなんですけど、今日はなんかお野菜が多いですね。小松菜と玉ねぎとベーコンとあとガーリックですかね。美味しいですね。うん、ほんと唐辛子とかガーリックがそんなにきつくないですね。やっぱりなんか全体的に優しいお味なのかもしれませんね。もりもり食べれますね、なんかね。うん、ほんのりガーリックの、前に友達がちっちゃい子がまだいるんですけども、一緒に来た時に何人かで来たんですけど、一人がアレルギーがあったんですね。でそのアレルギーの子供に対してもとても親切にオーダーを取ってくださったので、いろんなアレルギー持ってる子が最近やっぱ多いので、そこをやっぱり意識されてるのかなっていうのも感じますし、すごいね対応がいいんですよ。牛乳がダメっていう子はそれを抜いてくださるし、野菜なんかもこう入れ替えてくださったりとか、ちっちゃい子供を持ってるお母さんなんか本当に安心して食べれると思います。そこがねすごいいいなって思ったとこですね。そう、店内もとってもこう入り口入ると広々としてますね。今私たちがランチをいただいてるところは階段を上がった中2階なんですけど、10名ぐらいの人数が、まあ、座れるところですけどね、なんかちょっとこう落ち着きますよね。素敵な絵も描けてあって、クラシックが流れていて、とても優雅な気分になれますね。はい、天井もとっても高くって梁が出ててね、本当に広々とした空間なんですけどね。続いてはデザートですね。こちらのフィノッキオさんは南蔵王町5丁目ということで、182号線を北上していただきましたら、右手にドコモで、左手にミスタードーナツ、こちらの交差点を右に入っていただいたところなんですけどね、イタリア料理って書いてあるので、国旗を目印に、わ、来ましたよ、デザートプレートやってまいりましたね。恵子さん、やってまいりました。可愛いでしょ。そう、気になる、何種類あるのかな、これ 1,2,3,3 種類プラスフルーツが添えてありますね。いや、私気になってる、プルプルさっきからしてるのがプルプルにしてるのが、オーナーシェフの塚本さんにご説明いただきたいなって思います。塚本です、よろしくお願いします。こちらがミルクのプリンですね。フリフリっとしたふわっときた感じです。そして抹茶のアイスクリームとブランデーのシフォンケーキです。このプルンプルンしてる、もう気になって気になって仕方がなかったさっきからずっとじゃあいただいてみましょうか。いただきます。いただきます。このプルプル感もなんかお伝えできないのがね、すごい残念。美味しいです。なんかもうほっぺたが揺れそうですね。すごいね、甘さも控えめなんですよ。ですからダイエット中の私でも大丈夫ですね。え、ダイエット中だったんですか。いや、ダイエットしてないですいやね、もうついついね、会話も笑顔も弾むというかね、美味しいですね。うん、濃厚濃厚で甘さ控えめ、ブランデーのシフォンケーキどうですか。このブランデーのシフォンケーキに、このトロトロっとしたチョコレートと、これは何ですかね、ミルクとチョコレートのソースをつけていただくというのがオツですね。
私的にはアイスクリームをつけて食べても全然大丈夫かなと思ったりはしたんですけど、いかがでしょうか。抹茶のアイスクリームにつけて食べる。ほんとだ。ほんとだ。この抹茶のちょっとこう苦みとこのシフォンケーキのふわふわが、ね、私も大好きなんですけど、なんか記憶に残る味ですよね。ほんと今日もフィノッキオさんのおすすめのパスタランチいただきました。美味しかったですね。ごちそうさまでした。オーナーシェフの塚本さんにお話をご紹介しようと思います。こちらのフィノッキオさん、オープンしてどのくらい経つんですか。そうですね、ここへ移転して合わせると17年ですね。こちらに移転する前はどちらで。三好町南でやっておりました。いやまあ随分と長いね、もうこの世界長いベテランですね。もうそうですね、1995年に店をオープンして以来ですから、それ以前を考えるともう30年以上は料理に携わっておりますね。塚本シェフがこの世界に入ったきっかけって何だったんですか。きっかけですか。小学校の頃の夢が店を出すことだったんですよね。小学校4年生の時にレストランを出したいと、その夢を持ち続けてずっと来てます。数々の修行も耐えてきた。そうですね、当時はやっぱり本当のプロばっかりの料理人ばっかりだったんで厳しかったですね。そしてご自分のお店をオープンということでね。いやこちらのこだわりの生パスタすごい、食感といいですね。風味もね、もちもちとした食感で既製品とは違って添加物がないんで安心して食べていただけると思います。そして種類も豊富ですよね。パスタランチ今日いただいたんですけれども、どれにしようか迷っちゃうぐらい。そうですね、濃厚な味のソースの方が合うかもしれないですね。気になったのがこのね、恵子さんもおすすめですよ、リゾットコロッケ。リゾットというとお米を炊いたものですよね。蓋をしないでお米から炊いていくんですけど、それを、コロッケにしてやるんですよね。でもただのコロッケじゃないみたいですね。インターネットですごい人気の商品ということで、まあ、以前楽天市場でショッピングモールで店を出してたんですけど、その時にそうですね、一月に1万個売ったことありますね。こちらのフィノッキオさんって名前、これどういった意味があるんですか。あ、フィノッキオというのはハーブでウイキョウっていう名前、和名がウイキョウって言って魚料理の中で使ったりします。こちらのお料理のモットー、オーナーさんのモットーってどんなところですか。僕は、化学物質過敏症になって、で花粉症もあり、そういったアレルギーも持っているので、やっぱり自分が食べて安心できるものを出していきたいなと、そう思っております。じゃあお客様もね、安心して召し上がっていただけるっていうことですね。お子様連れでもね、しっかりと対応してくださるという、そんなフィノッキオさん、夜もディナーされてるんですよね。おすすめって何ですか。これから寒くなってきたらチーズフォンデュとか食べての人もいますし、スフレオムレツっていうラグビーゴールぐらい の卵白を当ててメレンゲにして焼き上げたオムレツなんかも人気ですね。チーズフォンデュ、チーズのお風呂というやつですね。そうなんですか。ぜひね、こちらのチーズフォンデュも召し上がっていただきたいですね。